不思議大百科の時間がやってまいりました。本日のゲストの方もまあっていう方ですね、本日のゲストはこの方です。はい、ピエロというバンドでギターでやってます、ジュンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。意外意外、全然イメージないです。なんか階段とかの。本当ですか。でもさっき聞いたら、はいはい、大コアから見てる言ってましたね。そうです。めちゃくちゃコアな人じゃないですか。もうだから YouTube ってやってるの結構早かったですよね。大コアとかあの辺は。あ、そうですね。そうですね。あの頃から見てました。マジっすか。あとアミさんとか。おお、じゃあもう階段めちゃくちゃ好き。大好きです。本当ですか。じゃあ、うん、もう不思議大百科の常盤湯ももちろん知ってるってこと。いや、もう不思議大百科なんてもう最初から見てます。すげえ。あの熱いお風呂のある銭湯の近くの田中さん力やってる。ああ、そうです、そうです。見てました。最初夏でしたからね、あれね。本当にね、下駄さんがかわいそうでかわいそう。いやいやいや、まあ、逆に言えば田中さんはあそこ住んでるからもっとかわいそうなんですけど、ね、そうなんですけど、まあ、かわいそうでも自分で言ってるから。あの 窓に取り付けのエアコンは全然涼しくないじゃないですか。いや、ほんで、うん、あの最初分からなくて、はいはい、2人ともちょっとねそういうのがこう苦手というか、まあ、ぶっちゃけアホなんですけど、はい、その窓に取り付けるクーラーつけてるじゃないですか、はい、でかけて全然効かへんなやったら、あのずっとね窓閉めてたんですよ。後ろのね、そう、あれ開けなきゃいけない。そうそうそう、あれはね本当に見てて、まあ、いや、そんな時代から。あ、どうもありがとうございます、まあ、ということで、まあ、今回ピエロのギターのジュンさんが、はい、あの階段をね結構持ってらっしゃるっていうことなんで、はい、これ初公開ぐらいちゃいます、もしかして。そうですね、たまになんかイベントとかあった時は、はい、まあ、言ってるんですけど、まあ、すごいクローズドなところでしか言ってなかったし。ああ、すげえ、超貴重ですね。とかだけど、まあまあまあ、そうですね。でも階段ってほどでもないんですけどね。あ、はいはいはい。いやいや、ほんとほんとほんと。もうね、あのそういう人のがええんすわ。大体ね、なんかあの階段ないですかとか言って、はい、怖い話ないですかって、いや、そんな別に怖いとかないんですけどっていう人の話大体ええのよ。じゃあちょっとお願いします。はい、え、どれから行けばいいんだろう。じゃあまず実家の話かな。あ、実家の、ジュンさんの実家の話。はい、はいはい、実家、僕ね長野出身なんですけど、僕ね実家がですね、はい、あのちょじいちゃんが建てたんで、ちょっと大正時代建てたやつなんで、すごい古い建物なんですね、はい、で結構昔からなんかちょっと霊現象的なものが起きるちょっと家で。ああ、大正からの家ってすごいですね。そう、そうなんですよ。でちょっと増築とかなんかしたりしてたんですけど、はい、でそこで、自分の部屋がちょっと洋間になっていて、でうちの姉ちゃんがピアノを昔ちっちゃい頃習ってて、アップライトピアノが置いたんですけど、うん、そこに、俺が大工の仕事をしててすごくくたくたで帰ってきて、はい、で夕方ぐらいで帰ってきてちょっと寝たんですよ、うん、でその時に、友達から電話かかってきたっつって、下から呼ばれて、まあ、2階だったんですけど、はい、下から呼ばれてパッと起き上がったら、そのアップライトピアノに、誰か座ってるんですよ、女の人が。え？でもうはっきり覚えてるんですけど、そば中でこのぐらいの髪で、はい、ラスタカラーのサマーセーターみたいに着て、お、座ってるぐらい分かったんですね。ほう、でパッと起き上がって見てて、えっと思ってぼーっと何が起こってるか分かんないから見てたんですよ。そしたら30秒ぐらいそれ見てたら、上からスーッと消えてったんですよ。でももうすげえ疲れてるから寝ちゃったんですよ、はい、でまた起こされて、友達から電話来たって下降りてて電話して、あれ何だったんだろうって話になって、うん、でそれとは別で、友達が2人家に実家に泊まりに来たんですよ、うん、で夜中に1人の友達が見たのは、なんか10代ぐらいだったんで、はい、夜中までずっと喋って、なんかふざけたこと言ってなんかやってるじゃないですか、うん、そうですね。その辺をやってたら、俺がベッドでこう寝てて、はい、で下に布団を引いて友達が寝てたんですけど、はい、ベッドの上に俺みたいな顔のものがなんかこうやってちょっとしゃくれた感じで顔が浮かんでたんですって、はい、でまだ起きてんだなと思って、俺がふざけた顔してんだなと思って、はあ、でちょっと目をつぶってこう隠れてたんだけど、もう一回パッと目覚めたらもういないと。で、あれと思って行ったら俺は寝てたと、うん、変なものを見た。でもう一人の友達が、その子が姉ちゃんがいて、ですげえヤンキー兄弟なんですけど、あのめっちゃ霊感強い家なんです、そこは。おー、でその弟の方が泊まりに来た時は同じように寝てて、夏だったんだけどすっげえ寒気を感じて、でもあ見たくねえな見たくねえなと思ったけど、もうしょうがなく見たんですって上を、はい、そしたら上から煙みたいな感じで女の人がこうやって拝んでこうやって見てたんですって。で、はい、そういうのがあったと。
あのこれなんかあるかもしれないなっていうことで、うちの母親が昔あの知り合いでその霊能者っぽいことやってる人がいて、はい、その人聞いたらちょっとそのご先祖様で頭の病気でちょっと病んで、亡くなってしまった方が供養を求めてるみたいな感じで、ほうほうほう、でその霊能者の人にちょっと供養してもらったら、まあ、そこからもう全然亡くなったんですけど、まあ、そういう話があった、まあ、実際に見たのはそこか、はい、でその妖魔の隣に客間みたいなのがあるんですけど、はい、そこで昼寝すると絶対金縛りに遭うって客間が客間、はい、でそこで俺もよく昼寝してたんですけど、それも何回か見て、1回がなんか寝てたらなんか俯瞰で自分を見てるんですよ。で布団に寝てる自分がいて、はい、下が透けてるんですよね。なんか透けてる、はい、夢なのか何なのか分かんないんですけど、はい、なんかあーってこう固まって動けないんだけど、上から見てる視点もあるんですよ、うん、でそうやって見てたら下から手がブワー、気持ち悪い、気持ち悪い何十本も出てきて包まれたんですよ。でその寝てる自分がですか。そうそう、気持ち悪い。でもそれふっとこうやってちょっとこうちょっと避けてみると、はい、下にじいちゃんって書いたんですよ。はわけわかんないでしょ、はあ、でそういうのを見たり、あとねもう一個はね、それも夢なのかわかんないんですけど、こう寝てたらちょっとノイズ混じりのテレビを見てる画面なんですよ自分の中で、はいはい、でなんだろうと思ったらなんか森の中を逃げてるんですよ、はあ、で俺がなんか俺なのかわかんないですけど、男の人でそのちょっと汚い格好した鍛冶屋みたいな格好をした人と、でそれを連れてる巫女さんみたいな形格好をした下赤いあの袴みたいな、はい、巫女さんみたいですね、あれ引っ張って逃げてるんですよ、はい、でそしたら後ろからのぼしみたいなのをかけてて、うわ、うん、でその巫女さんの背中がブワッて切って、うん、その血がブワッて俺の顔にかかるってところが起きたんです。変な変な夢でしょ。変な夢ですね。そうです。でそれは、後々ちょっと知り合いというか友達の霊能者の人、はい、今でも友達の霊能者の方がいるんですけど、はい、その人が見てもらったら多分そのまあ俺の好きな女の人 で、はい、でその時は結ばれなかった、で今世はどうだって聞いたら今世も結ばれないって言われた人がいて結ばれへんやかわいそう今世でもそんなにみたいな感じなんですけどそういうの見たりとか、実家すごいですね。そうです、結構ね、もう普通に家なりなんか当たり前、まあ古いあ、まあ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 全然当たり前だし、うん、まあ僕ね、まあ潤さんも実はその幽霊絶対いるって信じてはないって言ってたじゃないですか。はいはい、ちょっとあの、ね、信じてないです。で僕もそうなんですけど、はいはいはい、まあでもそういうのがもしいるとすれば、話を聞く限り、はい、全部祖先先祖とか、はい、その出てきてんのか。そうなんかなっていう、そうですね、そう最初から実は思ってて、確かになんかそういう感じなのかな、はいはい、例えばそのアップライトピアノ置いてて、はいはい、まあその弾いてたっていうじゃないですか、うんうん、大体でもそのなんか2代3代前ぐらいでも弾いてたとかね、もしかしたらね。あ、そう、それに関してはね、はい、ちょっとすみません、さっき言わせたんですけど、はい、そのうち姉ちゃんがいるんですけど、はい、後から親に聞いたら、はい、俺と姉ちゃんの間に、はい、あ、流産で亡くなっちゃった子がいるんですか。それちょっと男なのか女なのかちょっとかん当時だったんで分かんなかったらしいんですけど、はい、じゃないかっていう説もあったりとか、その子が成長してってことか、お姉さん、まあ、もう一人のお姉さんだったんじゃないかとか。あ、にしてもソバージュって、いや僕にしてもラスタカラーって確かにラスタカラーの幽霊あんま出てこないんで、そうですよいや結構初かもしれないですね。ちょっとレゲエ好きなのかなみたいな、ね、レゲエ好きのアップライトで相当だいぶがっつりレゲエハマってるタイプ、ね、がっつり言ってますね、ね、モンタイシノリさんみたいな感じだいぶレゲエいったなみたいな感じですね。いや、ありがとうございます、ちょっとあの他にもあるみたいなので、はい、ちょっと次回もまたお聞かせいいですか。ありがとうございます、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。